世の中には絶対にお客様を裏切ってはいけない仕事が2つあります。一つは医師、薬剤師、もう一つは銀座イーデンホール。バーテンダーという言葉の意味をご存知ですか？バーは泊まりに、テンダーは優しい、優しい泊まりにという意味です。笹倉流、神のグラスか。人の嫌味に耐えて金を稼ぐクソったれな商売か。今日で仕事を辞める決心がつきました。君のカクテルは完璧からは程遠い。あなたは私のための一杯を作ってくれた。カウンターの前のお客様にとってぴったりの一杯を飲んでもらいたい。いらっしゃいませ。